さあやっていきましょう。超コマパレード、超コマアップのお時間です。というわけで毎月恒例超コマパレードですね、回していきましょう。で今回ね55連回すつもりだったんですけど、間違えて11年先に回しちゃいましたっていうのも、さっき録画開始ボタン押してない状態でなんかずっと喋り続けて、で11年撮った後にあれこれ録画開始ボタン押せてねえじゃんってなって、いわゆる録画ミスですね、やらかしてしまいました。というわけで今回動画内では44連回すことになります。ちなみに最初の11連は S なしでしたまあまあまあ、ここから取り戻していこう。私ね、一番欲しいコマ、まあさっきもね実は録画外では言ってたんですけど、そうラニが欲しいんですよね。金のかけらありがとう。うん、ラニがねめっちゃ欲しい。クラスマでもうラニリーダーの人とねすごい当たるんですよね。それ見るたびにねもう悔しくてこう爪を噛みながらクラスマッチをやってるんですけど、 S ゴマの演出がないんですけど、おーい、まずい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 。初っ端11連かっこ22連 S ゴマなしなわけですが、でもポーリプスとか超ゴマ結構出てますね。これわりかしこの11連見るだけ見てみるとね、これ結構いい引きですね。これねポーリプスも引いてるし、ガラムも引いてるし、悪くない引き、少ないコラも引いてるし、そう引きは悪くないんですよ。あとは S ゴマさん引いてくれればいいんですけどね。虹のかけらはまるで見えないぞ。あーどうしよっかな、虹のかけら見えないな。いやブルーラセればいいんじゃろ、あれあーまずいまずいぞ。折り返し地点で33連目だぞ、これ実質。折り返し地点でまだ S ゴマが見えていないんですが、あ、でも超ゴマちゃんと出てるな。ポーリプス出てるし、大丈夫大丈夫。超ゴマちゃんと出てるんだ。あとは S、そう、S さえね。S さえ出れば超ゴマ絶対出るから、持ってないやつ。ほら、よろしく、よし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 。そうそうそう、そういうの待ってた、そういうの待ってた。虹のかけらね。そう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 。いや、虹のかけら本当に安心できるわ。希望の光に虹の色とはこのことよ。さあ、よろしくお願いしますよ。オッケーゴマ、そうラニラニラニ、シェンメイの2体目でもいい。オッケー、開幕1枚目 S で、あー1枚目だけか。いやしかしながらこれに凝縮されてるらしいよイシス、あなんかこれ回復耐久スターターセットみたいな11年ですねこれイシスにしろ受け持ちにしろキリにしろ、これ回復耐久使ってねみたいな感じのね11年でしたね。ラスト11年回していきましょう。お願いします。サービス分ね、虹のかけら見えないぞまあまあ虹のかけらっていうのはもう見れれば見れればいいねぐらいの都市伝説的なあれですから、ブルレ、よし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 、オッケー、ラスト11連ブルらせていきますよ。さあ頼む、ここでドラマチックな展開、ドラマチック逆転バトル、ドラマチック逆転ガチャを見せつけていきましょう。お願いします。この1枚全てがかかっている。わっしファヌエル来たラニ来るかなと思ってファヌエル来ちゃった。よーしオッケー、ということであれっすね、正月実装のファヌエルが来ました。やりましたね。これ神タン強くなるな。やった。どこから回したんだっけなこれ。あ、ここだ。この辺、このベノマジあたりから確か引いた気がする。で、こう行って最後にファルが来ましたね。よーしよしよしよし。やっぱりエースさえ出れば超ゴマちゃんと出てますね。オッケー。ということでファヌエルは進化と投下があるので、まあ、どっちも動画出そうかな。うん。ということで、ファヌエルの動画またまた近日中にね撮りたいと思いますので、ご視聴のほどよろしくお願いいたします。超ゴマパレードね今回55連まして、まあ、久々に新規超ゴマ手に入れることができたのでなかなかいい55連でしたね。まあ、また来月回していこうかなと思います。皆さんは超ゴマパレードで何が出ましたか、コメントでねぜひぜひ書いてください。まあ、あいつが出たとか、55連して爆死したとかそういうのね待ってます。では、この辺で終わっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。